皆さん毎度ドラムステーションコージー村上です。今回ですね、ご紹介するのがですね、ジルジャンの、これ2019年の新製品でございます。FX スタック FX スタックス、これ書いてあるのこれスタックが 2個だからスタックスか、だから2個あるからスタックスって言いたいな。 FX スタックス、はい、こちらの方でございます。こちら今手に持っているのが8インチで、これスタックスっていうだけありまして、こちらとこの穴が開いてるこちらと、あとこちらの方、こちら穴が開いてる方がブロンズ系の材を使っていて、でなんとですね、これちょっとボトムが面白いんですけども、キャストとは言っておられたんですけども、要はスチール系の材を使っている、この2枚のスタックになっております。はい、でこれでですね、サイズ的には8インチで、こちらが10、でこちらが、12で、ちょっとあっち行ったりこっち行ったり申し訳ないです。で、こちらが14。で、こちらが16という感じなんですけども。で、セッティングもですね、こちらですね、これ8インチの方、今ですね、こう、ハイハットみたいに、トップボトムですね、こういう風に合わせる感じで、つけている、こういう感じだったりとか、はい。あと、こちらの方のですね、この10インチの方は、こうやってですね、同じ方向につけてる感じですね。はい。こういった形で、サウンドの違いとか組み合わせの違いで、いろいろな音が楽しめます。はい、そして、あ、皆さん今気づいちゃいました、これ抜き差しサクサクやってますけど、気づいちゃいました、気づいちゃいました、はい、これです。はい、実はですね、これね、アメリカのね、ナムショーなんかで、いつもブース出してて、やってる、シンボルトというですね、そういう会社なんですけども、まあ、これはジルジャンとシンボルト、両方のダブルネームになってますけども、シンボルトというですね、ものがですね、こちらに、要は、一緒についています。で、ついていて、今のようにですね、シンバルの、フェルトとかですね、あとそのカップワッシャーとかですね、その辺を全部外していただいて、そこにですね、これをスコッとこう、これをスコッとはめるだけです。よいしょ、これでですね、もうワンタッチでくっついてしまうという感じです。でこれは当然ですね、ネジで止めるわけじゃないのでこう割るんですけども、まあスタックなんで方向とかは特に気にする必要ないと思うので、よりいいのではないかなと思いますし、でこのね、動きが意外とですね、この回る動きも結構スムーズで、すごく良い感じでございます。はい、でこういったこのシンボルトなんですけども、例えばですね、これそう、先ほどね、これ手でも叩けるななんて思っちゃったんですけど、手で持ちながらですね、叩けるななんて思っちゃったんですけど、はい、これ実はですね、すごく簡単で、要はハイハットのクラッチみたいな感覚ですかね。これネジをですね、こうキュ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 ッと外しまして、よいしょ、でこのボトムのネジと、よいしょ、でフェルトがですね、これもともと今1個置いてましたけど、1、2、3、フェルトが4つ、そしてこの長いですね、ハイハットの真ん中みたいなやつですね、こちらの方が1つ、こういったものがついています。で、先ほどのこういう、ハイハット型にするときはフェルトは少なめになってきます。で、さすがにですね、こういう、16とかですね、14みたいな大きいやつは一番上のフェルトも外してもらって、でもよいしょ、こちらがですね、よいしょ、この下の方だけフェルト1個使っていただいて、そうやってセッティングするというような形になりまして、で逆にこういうちっちゃいやつとかですね、そういったものは、例えばこれなんかはもう極端にですね、こうやって思いっきり両方とも同じ方向で合わせた場合は、こういうふうにフルに、これ全部フェルト4個2個2個使ってるんですけども、こうやってフルに使って、しっかり止めて、まあいうこともできます。でこれを例えば先ほどのこのハイハット的な感じでやると、8とかの場合だったらもう本当に上1個でいいかなっていう感じですね。で上1個でこう刺しまして、で下にこう、これだとちょっとネジ回すのすごい時間かかりそうなんで、これちょっと今2つしておきますけども、こういった感じで、でまあフェルトのね、分量で音も変わったりするので、そういったところでもできますし、はい、であとさらにこれ今こうやって止めましたけども、ネジをですねこう強めたり緩めたり、それでその音の雰囲気変わってきます。はい、
例えばこれ今ギューッとよいしょかなり締めました。そうするとすごい硬い感じの音になります。でこれを少し緩めてみます。よいしょ、結構ザクザクとした音になっています。さあさらに緩めてみましょう。よいしょ、こういった音もできます。これをもうちょっと締めてみましょうか。僕結構ちょっとルーズめ好きなんで、こういう音とかいいかな。こういった感じで調整が可能です。はい、でこれは先ほどのですね、こういうよいしょ同じ方向にしたものも同じで、これもじゃあ今ちょっとギューッとやってみますね。ギュッキュッとすると、もう本当にね、なんかこう鉄板叩いてるような感覚だったりしますけども、これがよいしょ緩めていくと、という形でですね、いろんな音が、こうやって瞬時に楽しめるというような、そういった、シンボルというものもついておりますので、非常に使いやすい感じになっております。でね、シンバル のケースなんかがちょっと空いてるような感じだったりとかだったら、このまま入れておけば、そうやってスタンドのですね、頭をトゥッと外すだけでもスコンとこういう風についてしまうので、ですのでこの頭を外すというところだけはちょっとやっていただきたいんですけども、そういった形ですぐにセッティングすることが可能ですので、そういった感じでつけたまま収納するのもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこういったですね、このスタックスですね、これをちょっといろいろ使って、思想を動画をですね、ドラムステーションの囲いがやっておりますので、どうぞぜひ皆さん見てください。